影工事は、日本のクリエイティブディレクター。エステ株式会社宣伝部長。別名、特命宣伝部長、高田鳥城。福岡県飯塚市生まれ。福岡県立加保高等学校から二郎を経て、早稲田大学小学部に進学。二年時に広告論の亀谷木弘ゼミに入り、アマチュアバンドの活動にも励んだ。卒業した1984年。 雪印入業株式会社に入社する。1993年、ドレクセル大学にて MBA を取得。2000年に雪印集団食中毒事件が起きた際、マーケティンググループに属していた影は大阪市社へ派遣され、被害者らの家を訪ねて回るなど、事件の事後処理にあたる。その後、入食品事業部営業グループ課長に就任し、 ジョゼフ・ドルー・アン・ワインの各班に取り組む。2002年1月、同社市会社による牛肉偽装事件が発覚すると、3月には影を含む有志7人が雪印体質を変革する会を結成し、雪印社員一同名義で新聞に謝罪広告を出す。同年、影は経営企画室プロジェクトマネージャーとして、信頼回復プロジェクトを担当する。 外資への転職が決まっていたが、影が出演した NHK 特番を見た鈴木隆氏からの依頼によって2003年にエステイ科学株式会社に入社。8月には宣伝部長に任せられ、クリエイティブ、ディレクターとして同社の広告すべての統括制作を担うようになる。2005年、同社は CM 総合研究所から2004年度 CM 交換の躍進企業、 第2位とされ、以後も CM 交換度ランキング上位に入るテレビ、CM を次々と放映しているが、同社の年間広告宣伝費は、日本国内大手競合企業の一後程度にとどまっている。2008年には、同社、消臭プラグの CM 展開が、ブランドオブザイヤー2008、売上に貢献し続けた CM ブランディング、評価定番ブランド20決に、 生活雑貨類で唯一選ばれている。一部のみを列挙する。AB 組織改定並びに執行役の干渉変更、執行役の選任に関するお知らせエステ、ー平成24年8月1日、朝日新聞2006年6月6日、東京長官、朝日新聞社、25面エステー宣伝部長が語る芸能人と会った時に、こいつ、 わかってるなと思わせる四カ条いろりを2016年7月13日、朝日新聞2007年7月24日、東京長官、朝日新聞社、25面。高田鳥城だよりエステー宣伝部 .com、2011年7月17日、閲覧。今日、母校の過保高校に行った。高田鳥城さんのツイート、2013年4月12日。 組織内変人列伝、エステー CM の父流、都市社員の生き方東洋経済オンライン、2015年3月13日、エステーの特命宣伝部長は、エリートではなく、ビリから4番目の、ボンクラだったウォンテッドリー、2016年10月7日、早稲田大学の講義に、召集力のミゲル君が、Facebook 宣伝会議2011年8月3日、連載、 あの人の学生時代。3. エステイ株式会社特命宣伝部長、影工事、マイナビ、2017年2月22日、影工事の就活本音対談、一度ミノピザジャパンと皆がガとも内定をもらえる人ともらえない人の違い、マイナビ就活スタイルハット ABC、日本経済新聞2007年11月17日、日本経済新聞社、26から27面、 雪印社員の熱く長い夏、アエラ2000年9月18日号、朝日新聞社、30ページ。日本食料新聞2001年7月2日、日本食料新聞社。AB 影工事、雪印食品事件を振り返って、エグゼクティブマター2002年9月号、ジャスネットコミュニケーションズ、12から13ページ。 テレビ CM 好感度ナンバー1でも実際はネットを活用した戦略が6割を占めるエステイ影工事士マーケジン2013年5月20日エステイ会長鈴木隆氏社長の仕事危機の時代のリーダーシップグロビス知見6影工事マーケティングの嘘を疑え宣伝会議2008年3月1日号宣伝会議24から25ページ 科学工業日報2006年7月27日、科学工業日報社、ごめん。売上に貢献し続けた定番ブランド CM、ダタバンク CM 総合研究所。2007インターナショナルアドバタイジングアワーズ、ニューヨークフェスティバルス、ピアニッシモ、21、200848聖 CCCM フェスティバル、入賞作品リスト社団法人全日本 CM、放送連盟。 ありがとうございます。